金沢外環状道路は、金沢都市圏の渋滞緩和及び、能登地方金沢市加賀地方を結ぶ道路ネットワーク形成のため、計画された延長約5 0トルの道路である。1994年12月に地域高規格道路の計画路線に指定されている。国道8号を境として、海川幹線と山川幹線に分けられている。海川幹線については、 温泉速道の8車線で計画されており、区間を区切って、速道の整備と合わせて本線部の用地取得を進めている。このうち、第1期整備区間である、駅西 IC、安原 IC 館と、第2期整備区間である、安原 IC 館 JCT 館、第3期整備区間である、駅西 IC、大型 IC 館の速道が開通している。第4期整備区間である、 大型 IC 復旧 IC 間は2012年度より建設が開始された。山川幹線のうち、今町ジャンクション鈴見交差点間が、金沢東部環状道路として、国道159号に、鈴見交差点白山市、安養寺北交差点間は、石川県道22号、金沢小松線に、白山市、安養寺北交差点関 JCT 間が、 国道157号にそれぞれ指定されている。金沢市、田上金沢市の打管については、地域高規格道路として、県の街路事業及び組合志向の土地区画整理事業で整備が進められた。2006年4月15日に、今町ジャンクション管 JGT 間が全線、開通した。 本線部今町ジャンクション及び白山インターチェンジ以外の IC 名は予定で過小。なお、本線部の着工は未定となっている。山川幹線のうたつトンネル以北では、ラジオの再送信を実施している。実施局は、NHK 金沢放送局、北陸放送、FM、石川、ラジオ金沢である。ありがとうございます。